ブロナンセリンは、大日本住友製薬が開発した、否定型抗精神病薬の一種である。統合失調症の治療薬として用いられる。効能、効果は、統合失調症とされている。日本では、2008年4月より商品名ロナセンで販売され、後発医薬品も存在する。 2012年7月27日、大日本住友製薬は、日東電工と共同開発しているブロナンセリンの貼り薬について、患者を対象にした第二症臨床試験を始めたと発表した。2019年6月18日に製造販売が承認され、9月4日に薬価収載9月10日に発売された。抗精神病薬の貼り薬は、 世界初となった。第二世代抗精神病薬の一つに分類される。現在日本で発売されている第二世代抗精神病薬は SDA と呼ばれているが、本在はよりドーパミンに対する神話性が強いことから DSA とも呼ばれている。以下の患者では近畿である。添付文書に記載されている重大な副作用は悪性症候群、始発性ジスキネジア 麻痺性イレウス、氷尿ホルモン不適合分泌症候群、オ黄門筋誘解症、無下流球症、白血球減少、肺塞栓症、深部静脈血栓症、肝機能障害である。また5%以上の患者に、パーキンソン症候群、アカシジア、ジスキネジア、便秘、食欲不振、悪心、プロラクチン上昇、倦怠感、狡猾、脱力感が生じる。 a b c u n y g s ャ a n dw, 朱爺、e, ,helts, 1, xpni, x j c ャ a n m l u w-chat, c l u xli, ffli, x-lü, ft, population pharmacokinetics, of pronunciation Chinese healthy volunteers, and the effect of the food intake. Human 28, 1, i n t a u 28, 134から 141, ドイ 10.1002、10. ハップ、2290、プミド2341枚7765、エビ、ロナミリ2ラム、ロナミリ4ラム、ロナミリ8ラム、ロナセ32%添付文書。2015年5月12日閲覧。世界初、統合失調症の貼り薬、大日本住友と日東電工が、本格試験へ。 産経新聞。http://sankei.jp.msn.com、エコノミー、ニュース、12727、ビズ12兆727億1929万 30N1、htm2012 年7月29日閲覧。ab、否定型抗精神病薬、ロナセンテープ新発売のお知らせ。 i r ニュース株主、投資家の皆様大日本住友製薬株式会社。www.ds-parma.co.jp h 大日本住友製薬2020年1月11日、閲覧。日経メディカル。統合失調症を治療する、SDA に、初の調布薬が登場。日経メディカル。 日本経済新聞社2020年1月11日閲覧ありがとうございます。